い、どうも皆さんこんばんは。ということで、今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、いちとたぬきちくんが交配してから7日目以降の、体重測定の様子を皆さんにお届けしたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴーこのレッツラっていうのさ、ちょっと昔のなんか江戸はるみさんを思い出すのね。あれつらこうっつってどうでもいいのよはい、ということでやっていきましょう。まあ、6日目まで、ちょっと、見てない方もいるかもしれないので、見てない方は概要欄今から見に行ってください。よろしくお願いします。はい、ではやっていきましょう。7日目、イチの体重がですね、141から143グラムぐらいでしたね。まあ、これなんで体重測ってるかっていうと、ご飯の時間ですね。7日目のご飯の時間ですね。体重が増えてれば、お腹の中に赤ちゃんがいるだろうということで、毎日測ってます。交配をしてから。で、ハムスターは約、15日間で出産を迎えるので、妊娠期間がね、15日間で出産を迎えるので、7日目以降からお腹がもしできて、この赤ちゃんがいるんだとしたら大きくなっていくであろうっていうことなんですよ。そう。さあ、8日目。もう完全に8日目。手でやってるところ別に映さなくてもいいんですけどね。僕が確認のためにやってるだけなんですけどね。さあ、8日目は見てください、皆さん、148から9ですね。一晩でこれだけ増える、この時期にこれだけ増えるっていうことは、まあねって思った日ですね。この日、8日目にして一人で。で、お腹、これ8日の日なんですけど、8日目の日なんですけど、ほら、なんか、ぷっくり、こう、1のおっぱいの部分が、なんとなく、発達しているようにも見えるでしょ。だから、ちょっと、もしかしたらできてるかもしれないねって声がガラガラ鳴りながらも思った8日目の夜。さあ、声のガラガラを直してまいりました。失礼いたしました。本当に申し訳ありません。いや、本当にこの8日目の日に、体重がぐっと上がったので、だって5グラムぐらい上がってたんじゃない ?143 で148でしょ。そう、だからすごく、急激に変化が来てるなっていうふうに思った8日目の夜でしたね。8日目の夜なんだ、ちょっと9日、これも別にいらないんですけどね。9日目です。ちょっとこの日もドキドキしながら体重測定を行ったんですけども、ちょっと一緒に見ていきましょうか。で、可愛い寝顔が撮れたのよ。これもね、僕が言ってもこれだけ気づかずにこう横たわって寝ているっていうのがすごく、お腹の中に、育ってきている赤ちゃんがいて、この体勢が寝やすい体勢なんじゃないかなっていうふうに思った9日目の遅めの夜ですね。遅めの夜でしたね。この日は11時ぐらいだったかな、撮影をしたのが。で、しばらくしたら、ちょっと僕の存在にも気づいてこうして起きてきたんですけども、なんかしっかりとこう睡眠をとって、お腹の中の子を育てているのかなっていうふうに思った日だったんですが、見てください。151から34ぐらいまで行ったり来たりしているっていう状況ですね。これはもう、おそらくお腹の中に赤ちゃんがいるだろうっていうふうに
なことをちょっと確信に近い形になってきた日ですね。そんな遅め、あ、10日目に入っちゃった10日の手のでクロスするかな、まあ、ねえ、そうで10日目体重を測ったんですけども、見てください、今一瞬160台見えたもんね。本当にあっという間にハムスターってお腹の赤ちゃんが成長するんだなっていう風に思った10日目の深めの夜でしたね。深めはいらんかったな今で、たぬきちくんがこれこの日かな、まあ、ちょっとこ7日目から10日目のどっかの時期にあげてたご飯映像なんですけども、いやー、たぬきちくんも本当に福くんのハウスにもうすっかり慣れてね、非常に、まあ以前のハウスよりも快適な生活を送っているのではないかなと思いますね。もう食材たくさんあるのよ、うち本当に。豆苗から小松菜からさつまいも、人参、あと何がある赤ぼちゃもあるし、もうあとささみもあるし、あとねカッテージチーズとか、あとまあ小魚みたいなものとかもちょっと揃えようかなって思ってるところですね。そう、タンパク質も種類が、まあ大豆プロテインはあるんですけど、種類があった方がいいかなっていうふうに思うんですけども、あ、そうそう、これ次回予告です。実は懐かしいでしょ、これ知ってる人は相当僕のチャンネル深い人ですよ。うんで、まあこんなことがあったねっていう、きなこも、あお、ちょっとテーブルの上からなんか物が落ちました、すいません失礼いたしました、音が入っちゃったかもしれません。きなこもこうやって体重測ったりとかしてたね、このお腹の中に位置がいたんだね。そうで、まさしくここから位置もこれ同じような物語を歩んでくれるでしょう。うん、そう、位置が生まれたばっかりの時だね。こんな形であと数日後には位置も元気な赤ちゃんをね、ちゃんとこう母体母子ともに元気に産んでくれるといいんですけどね。で、生まれた全ての子が、元気に育ってくれるといいんですけどね。一がしっかりと子育てをしてくれることはもう、それはもう僕は願うばかりでさ、本当にあとは他のことはしっかりサポートしてやっていこうかなと思います。はい、ということでちょっと長くなってしまいましたので終わりたいと思います。最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録をしていくと可愛い赤ちゃんすぐ見れると思いますよ。通知オンにしておくとねはい、ありがとうございました。ではまた、バイバイ。